今朝ですね、街頭演説に行ってきてから、この電鉄大洲駅前でもう長年ねやってらっしゃいます、大洲市のタバコ組合の皆さんの清掃活動に参加しています。本当にこの暑い中ね、ご苦労様だと思います。このタバコの吸い殻ね、やっぱね、この公園の方にもね、ああいうちょっと隠れたところとかにもあったりするんですよね。まあ日頃から気をつけて、見てはいるんですけども、やっぱりマナーをね大切にしてタバコを楽しみたいと思います。私もねお酒飲んだ時とかね、タバコを吸いますから、マナーを守って街をきれいにしてまいりましょう。